3年生最初の教材として水彩絵の具を使ってシャボン玉を描いてみましょう。まずストローを持つ手を描きます。ストローを描いたら、そこからシャボン玉が出てくる様子を描きます。シャボン玉の色や大きさを考えて、バランスよく丸を描いていきます。重なる様子を描いてもいいですね。たっぷりと水を塗ったら、そこに少量ずつ絵の具を垂らし込んでいきます。使う絵の具は少しずつという勉強をします。また混ざり具合もどんな色ができるか見ながらするといいですね。シャボン玉全部に色がついたら、残った絵の具を使って間に小さなシャボン玉を描いていきましょう。絵の具が乾けば出来上がりです。名札をつけましょう。縦書きタイプも描くことができます。次にタイトルを作ります。シャボン玉を描いたら、その中にタイトルになる文字を書きます。文字をクレヨンで縁取りします。シャボン玉を塗った時と同じように、たっぷり水を塗ったら、絵の具を少量ずつ垂らし込んでいきます。クレヨンで描いたところは、絵の具を弾きますので、字の中に絵の具が入っていきません。すっかり乾いたら、クレヨンの線が残るように丁寧に切ってください。縦に丸めて、丸く癖をつけておきます。しっかりした紙を帯状に切って、紙バネを作ります。互い違いに折っていって、最後をまた糊で留めます。余分なところは切り落としましょう。これに糊をつけて、丸めておいたタイトルに貼り付けます。裏には両面テープをつけます。きれいに剥がせるタイプがいいですね。壁面に貼るとこんな風にタイトルが浮かび上がったように見えます。